こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は本当はちょっと撮る予定ではなかったんですが、あるものが届きましたので少し動画を撮ってみたいと思います。ごめんなさい、ちょっとテンション上がってます。3月16日にアリエクスプレスで購入したものが今届きました。早速開けてみたいと思います。箱も潰れてなくてとても綺麗な状態で届いたと思います。ちょっとザラザラとしてますが、開けます。今帰宅したばかりでちょっと落ち着いてもないんですが、とりあえず開封動画だけ撮ってみたいと思います。とても綺麗にプチプチで梱包されてます。今日はちょっと実家まで車で1時間ほど出かけてたんですが、暑かったですね。車も窓を全開で花粉なんか気にしない、いやちょっともう目がかゆくて大変なんですが、子供たちを実家に預けてきたので今日はじっくりこちらを触ってみたいなと思い、やば、夜のお楽しみにさっさと開けてしまおうということで動画を撮ってます。名前が書いてある、シード、よく見るどんぐりのマークのカリンバです。箱がやっぱりちょっと潰れてましたが気にしないです。中が大丈夫ならいきます。開けます。おお、タッセルと指サックが別に入ってました。開けてみます。来た、来ました。やば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 、あ、17音のカリンバじゃなくて私のはこっちです。34半音付きのカリンバになります。中にトレモロチェーンが入ってました。フックかな、なんかついてますね。でチューニングハンマーで、意外と2段にしてはコンパクトでした。クリーニングクロスはアリエクスプレスで購入したお店の名前が入ってるのでお店のサービスなのでしょうか、ついてないのかな標準では。付属のものはこれとこれとこれとこれだけだったのでとてもシンプルなセットでした。そしてそしてそして、おお、2段の半音付きカリンバになってます。重いです結構。あーすごい、やっぱり何がだって後ろからちゃんとコンコンできるんですもん。ここ分かります？あ、やばいやば、ごめんなさい、ちょっとすごい地味にテンション上がってます。初鳴らし、チューニング前ですが、
録はこれでいいのか。やっぱり専用の半音付きカリンバっていうのでとても弾きやすいです。私が作ったのはやっぱり手作りな音がしました。ここの金属の面積が大きい分響きも大きいのかなと。サスティンがすごいです。一番鳴りにくいラシドレミ、このあたりも。そしてなんといってもここのブリッジだけ高さが変えてあるんです。21音カリンバのファーソーラーシがこの上の段のキーと同じ高さになるようにこの幅が調整してあります。やっぱり専用のものはいいですね。手作りしたものはそれはそれで楽しかったんですが、どうしても音がこんなに響かなかったので、いや本当はもう今年はカリンバを買わずに置こうと思ってたんですが、この間アリエクスプレスでいつも購入しているショップでこちらが販売されてるのを見て思わずポチってしまいました。海外の方も最近よくレビューをしているのでとっても気になってはいたんですが、日本のアマゾンで購入ができるようになってからにしようかなと考えてはいたんですが、このどんぐりマークのカリンバが17音カリンバもあるんですが、なかなかそれもアマゾンで購入することができなかったので思い切って買ってしまいました。いやーすごい。重さは重いんですが、ちょっと測りを持ってきます。測りを持ってきました。575g。 最近一番よく気に入って使っているこちらのリングティングの LTK17P、 こちらを最近よく使ってるんですが、こちらも結構重たいんです。501g なので体感的にはやっぱり重さはかなり感じますが、握った感じはそれほど、でも重たいかな。重たいですね。重たいんですが、2段のカリンバにしてはそこまで。このブリッジの部分の重さもあって700グラムぐらいはあるのかなと思ってたんですが、思ったより軽くて、で持った感じもここの底の部分の丸みがついているのでとっても持ちやすいです。いい買い物だったかもしれない。わあすごい、よく響くように
重量を軽くするようになのか分かりませんけど、ここの下も隙間が空いてます。もうこちらはもちろん木のブリッジなので空いてませんが、こちらはここが全て穴が開いてます。掃除はしにくいそうかな。綿棒でコリコリとほじほじしないとホコリが溜まってきそうな気もしますが、こういう構造になってたんですね。いやーすごい、これどうやって入れるんだろう。ここのこの角度と下の角度とここの角度が違うんですよ。わかります？わかります？わかりますってすごいごめんなさい、テンション上がってます私一人で。ここのこのここの角度とこの角度が違うんですよ。いやーすごい、すごいしか言ってない。あーどうしよう、楽しい、やばいごめんなさい、はい、すいません、独り言、もうやばい、落ち着け。さてさて、そろそろ夜ご飯を作らなきゃいけないのでこの辺にしておきます。あ、ケースの大きさだけちょっと見ます。見てください、すごいコンパクトなんです。リングティングの大きさがすごく大きいんですが、こちらのケースすごくコンパクト、ぴったりサイズで、あ、すっごいぴったり、なんていうんですか、このリングティングだとこの形にしっかり合わせて、このなんていうんだろう、このへこみが作ってあるんですが、こちらのどんぐりのカリンバはここだけですね。上の角はそのままなんですが、この下だけちょっとへこみが多くなってます。そして私の嫌いな底にチューニングハンマーがあるタイプなので、これはクリーニングクロスは必須ですね。逆さまにした時にカタカタと当たって傷がついてしまいます。あーすごいいい買い物したかもしれない。何回目？まあリングティングはここの蓋の厚みもしっかりあるので、キーまでしっかりと押しても当たらないような感じはあるんですが、こっちのどんぐりのカリンバの方はもうここ軽く触っただけでキーに当たってる感じがします。なのでケースに入っているとはいうものの厚みはないので、ギュッと押さえると怖いかな。まあでもケース自体はしっかりしているのでいい買い物ができました。はい、早速ちょっといろいろと落ち着いたら触ってみたいと思います。半音を使いこなすまでに34本のキーがあるので、いつになったら使えるのかは正直わからないんですが、この下の17音のカリンバとしてもすっごくサスティンが長いので、これはとっても使いやすいカリンバかもしれないです。ちなみにお値段は1万6000円ぐらいだったかなと思います。クーポンとかアリエクスプレスはよくクーポンがあるので、クーポンを何枚か使いました。このついていた冊子に表側は、どっちが表かな、こっち側は17音で反対側に34音のカリンバの説明書がついていて、キーのチューニングについて軽く書いてあって、楽譜が、数字の楽譜がついていました。見ると
ナウシカとか、人生のメリーゴーランド、あ、弾いてみたい。あとあの夏へ、隣のトトロ、これは天空の城って書いてあるんで、ラピュタの曲ですね。ジブリが多めな気がします。他の曲はちょっとわからないですが、うん、人生のメリーゴーランドが気になります。そんな感じで譜面もいっぱいついてて、こちらは数字しか載ってないので、やっぱりジブリは外国の方もよく聞くってことなんですかね。あー、ジブリ、最近ジブリ弾いてないな。またジブリも弾いてみようかなと思います。ちょっと日が暮れてきたので、そろそろこの辺にしたいと思います。ごめんなさい、テンションちょっと高めで、嬉しくて思わず開封動画を撮ってみたくなり録画してみました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。少しじっくり遊んでみたいと思います。それではすつらんこみちでした。また次回もお楽しみに。